感じ。ちょっとは様になってきたかな。うん、いい感じ。うん、いい感じ。みんなの音にもっと合わせないと。ことをしたいってサキが言ってるけど、何がいいかな。週末はみんなで鍋パだよ。ほなちゃんが作ってくれるお鍋楽しみ。この雑誌もう春のトレンドが載ってる。この時期チーズフォンデュが人気みたいだけど、私はちょっと匂いが。ポカポカ元気をみんなにお届け。アイドル界のこたつになりたい花里みのりです。え、ダサい。寒いと気持ちも塞ぎがちだけど、だからこそアイドルとしていつでも笑顔でいたいな。体調管理もアイドルの仕事。風邪の予防は当然よね。寒いのは得意じゃないけど、昔みたいにしーちゃんと雪だるま作ってみたいわ。マイクを持つたびに静電気が。寒い。風が辛いし、タイツとか履こうかな。寒い。こういう時は引きこもってるエナが羨ましいな。名前に冬と入っているからといって寒さに強いわけじゃない。早く決かっこいいポーズも決めれば暖かくこの時点で言うの
雪の結晶を作る実験は知っているかい？ペットボトルでできるんだよ。目が乾燥してきた。目薬、あれ、どこに置いたっけ。イルミネーションってすごく映えるから、自撮りがはかどっちゃうな。寒いし、今日はここでムクムクしてる。